It is the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam. From tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints and more, from unforgettable looks to unforgettable gifts. With fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in-store or at hm.com. 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー「ウィークリー・クローズアップ」今週は2022年今年の重大ニュースを振り返ります、はい、今日はロシアによるウクライナ侵攻を2月24日から始まってしまいそこからいまだまだその戦争続いているわけなんですよね 2ヶ月間滞在しまして現地の人と法要を交わして交流をしてきた男性に今日は話を聞きます世界5大陸をハグで結ぶフリーハガー桑原浩一さんです桑原さんおはようございますおはようございます,います桑原さんウクライナに行ったのは時期としてはまずいつからいつぐらいまでいらっしゃったんですかね 9月12日から、えー、11月の上旬までいました、ね、2か月間、はい、2ヶ月間ウクライナに行って、そして、えー、その現地の方々と、まあ、ハグ、応用を交わしたということなんですけど、はい、そもそもこれ、はい、きっかけはなんだそうですね、きっかけは今年の7月に、えー、私、地元、群馬なんですけども、えーえー、群馬県にウクライナ人の,あの友人が。 避難民としててやってきたんですね、はい、でその彼女と直接会って話してみた時にまあ今まではひと事だったんですけども、えええー、その時に、まあ、ちょっと自分ごとに変わったほ<う>あのウクライナをちょっとなんとかしてサポートしたいと、はい、思ってで彼女が言った言葉の中で「ええ、世の中から関心がなくなっていくのが辛い」って言ってたんですよ。<ー>で じゃ関心を集める方法かと思って、うん、でそれなら今まで10年以上、あの世界中であのフリーハグという活動をしているので、ええ、ちょっとウクライナでフリーハグしてみたらどうなんだろうと、うん、もしかしたら日本人たち、日本人というか、日本からもウクライナに対する関心を集められるのかなと思って、ちょっと行くことを決断しましまたねただ、あのー、まだまだ戦時中ということもあって、えー、勇気のいる行為だったんじゃないのかなと思うんですが、実際行っ 一応、ウクライナは戦時下ということで、ええね、あの一応、レッドゾーンというか、はいまあね、できるだけ入らないでくださいと言われているんですけれども国境は常に開いていて、ええ、まあ日本のパスポートを持っていれば誰でもあのウェルカムというか<え>入国はもう可能なんですね、ワクチン証明もいらないというか、ええ、う誰もマスクしてないんでも,うもはやあのポーランドとかウクライナとかあそこら辺は。ええ、はい、まあ 簡単に入ることは、まあ、できましたね実際、じゃあ現地でどういうふうに活動を行ったんですか、はいはいまあ、まずは、えー、もちろん知り合いも、ね、いない中で行くのはちょっと本当にあのそれはちょっと避けたいなと思って事前にインターネットで、ええ、あの現地の日本語を話せる、えー、ウクライナ人の方を探して。ええ、で首都 キーウではそのホストしてもらって現地の方の家に住まわせてもらって普通に一応首都キーウはまあ日本と変わらないぐらい結構平和なんですね、ええ、あのちょっと信じられないかもしれないんですけども、ええ、でもそんな中で一応ミサイル落ちてくるっていうそのまあどこに落ちてくるかもわからない状況なんですけども一応基本は私たちの生活と何ら変わらないあの日常を送っていると、ええ、でもその中で突然ミサイルを降ってくるっていう。 状況ですね <Yeah. S 2> はい、はあ、そこでこうフリーハグをやろうとするときは、まあ、どういうふうなあの状況でやったんですかね、まあえっと首都キーウのまあ中心地ですか、ええ、まあ路上なんですけども、まあ日本とウクライナの国旗が書かれた、えー、ボードに、えええー、フリーハグス・フォー・ピースと平和のためにハグしようっていう言葉をウクライナ語で書いて。ええ えー、でもう一つボードを用意してそこには私は日本から来ましたと、はいえー、戦地に行って、えー、戦い勇気ありませんと、うんえー、ウクライナの人々を支える経済的な余裕もありません、うん、ウクライナ語さえも話すことができませんと、うんえー、でも私はウクライナの人々が今大変な思いをして,ていることを知っていますと、うん、だから私はウクラ日本からウクライナへ来てあなたを、えー、ハグするために来ました。 そしてこの言葉を伝えたい、<ー>私はあなたのそばにいるよみたいな、そういう長い文章を書いて、でフリーハグを、えーはい、行ったんですね、はい、<ー>それを、まあ、メッセージとともに置いて、まあ、待ってる状況ですよね、い<ー>いつ来るかっていうのをう映像でも拝見したんですが、はい、桑原さんこう、目隠しをした状態でずっと待ってるじゃないですか。あそれは たまにそういうこともしますね。国によって。常にじゃないんですあれは。はい。基本的には目隠しなしで、目と目を見て、直接やってい。それは、すぐ来てくれたんですかそれはもう、本当にですね、やってみたらびっくりするぐらい、もう、ハグが途切れることなく、やってきたというか、多くの方と本当にハグすることができて。それを あの親友が現地の友達ウクライナ人の友人が写真を撮って、ええ、SNS に上げたら、はい、も,うもう現地で大バズりというかほうでもういろんなメディアが取り上げてですね、ええ、でウクライナ中から感謝のメッセージが届いて戦、ええ、地にいる兵士からもメッセージが届いて、ええまあ、BBC ウクライナっていうあの、ええ、テレビ局からもあの。 一応7分間ぐらいのドキュメンタリーみたいなのも撮ってもらったりするぐらい、<ー>あのもう街中歩いてても、みんな僕あの自分のこと知ってるぐらいになっってしまったんでで現地ではウクライナの言葉自体はわからないにしても、ハグをされたときに、やっぱり何かしら声をかけられたんですよね、メッセージをウクライナ現地の言葉で、あ,のありがとう、ね、<お>ジャークユーっていう、ありがとうっていう言葉と、あと日本語でもありがとうって伝えて。は<ー>はい でもそれを伝えた後にむしろ彼らから Thank you for you はサポートって言われたんですよ。えー、その支援をありがとう、サポートをありがとうと、えー、ただハグしてるだけなのに。だ普通日本人が考える支援ってねお金とかそ,、ね、その服とか、うん、食べ物とか物資とか、ね、その目に見える形のあるものじゃないですか。うんはい、でも現地ではハグがその目に見えないっていうか。 その心の支援が、うん、あのすごい今必要なんだって言われて、うん、ああだからハグもだからこれだけ広まったんだというか、うん、拡散されたんだっていうのが2か月ほどの期間でしたけれどもキーウ以外にもいろいろいったんですかです、ねはい、あのロシア国境まで30キロと結構近いあの東部のハルキウていう都市ですね<ー> 2> 第2の都市,の都市、ね、大阪みたいな感じですね日本では。えー はい、でそこでは今でも10日制敷かれていて、ええ、もうね日が暮れたらもう真っ暗、はい、もう iPhone の,の光ライトで照らさないともう街を歩けないっていう今でも地下鉄で暮らしている避難民の方々が、はい、そこにはいては<ー>、はい、泊まったホステルの近くにもちょっとミサイルが落ちてホステルが揺れて。 揺れましたねその時は本当にあに自分のな,なんて言うんですかもうちょっと、うんあうん、死んじゃうかもしれないっていうのはちょっと実感はありましたねはいあそういう覚悟を持っていったってことですよね、うん、いやもうねそこはねうんはいほかの、まま、ハルキューの他にも行かれましたか、はい、そうですねドニプロ 第第のかかななあとザポリージャも行きましたねはどんな街の様子がザポリージャっていっても、ザポリージャ州のちょっと半分ぐらいがロシアに取られていて、残りの半分、ザポリージャ市は取られてないですねけど、市の中心部まで一応、ミサイル落ちてきたりして。 あのやっぱり空襲警報もよくなってましたね、うんはい、で人も本当に少なかったですそういう戦時下のウクライナに訪れて、兵士の方にお会いする機会っていうのはあったんですか、はい、そうですね、まあ、あの東部のハルキウの方で、えー、あの自分が泊まっていた宿に、最前線に戦って特殊部隊の兵士があのたまたまあの泊まりに来ててというか。 一度まあ怪我をしてあの、えー、病院に入ってで次の日、えー、戦地あ現地へ向かうという時にうまあ、はい、たまたま宿で出会って、ええ、はいまあいろいろその悲惨さというか現うん最前線の情報というかそういうのもはききましたねはいあとはどんな声聞けましたかその兵士とかとか。まあ 自分なりにインタビューというかあの日本の人たちに何か伝えたいことってありますかって、うん、まあ聞いた時にまあ結構意外な答えが返ってきまして、ええ、意外というとそれはですねあのもうださいって言われたんですねそのだからその言葉にちょっと何て、ね、返していいかわからなかったというか。うん と同時にあと歴史をあの忘れないでくださいと、まあ、この戦争も歴史から起因して始まったことなので、うん、まあ過去の歴史というのもちゃんと勉強して、忘れないようにしてくださいってその2点ですね、最高の人生を送ってくださいと、うん、歴史を忘れないでくださいという言葉を言われて、もうちょっと返す言葉がないというか、その日本の方々に伝えたいなと、はいうん、思いました現地をご覧になった桑原さんから見て。 我々今、福岡にいる我々にできることって何だと思いますか、はいまあ、やっぱり、ね、少しでもいいから、関心を持ってもらいたいなと、うん、その日本に来ているウクライナ避難民の方とか、ええ、あと自分ではできないけど、ウクライナ支援をし、ね、ている方々もあの結構たくさんネットで調べるといるので、うん、少しでもまあ関わり、接点を持つと、ですねやっぱりひと事から自分事へ変わる、うんうん、それがやっぱりまず大事なんじゃないかな 自分にできる範囲でできることをあのしていただけたらなと、そうすると、ウクライナの人々は喜ぶと思います私たち、伝えてとしても、ですね連日のようにウクライナ情勢のニュースを、はい、まあ伝えることが多いんですが、はい、でもこういったニュースにやっぱり、慣れちゃダメですよね、はい、そうですね、まあ、僕自身も慣れてたというか、そういう部分があるんで、いつまでも一言だと、ちょっと何もできないかなと。 むしろ一人でできることはまあ少ないんですけども、うん、あのなので、やはりね、みんなでね、まあ、本当にまあ友達とか家族でもいいんで、うん、少しでもそういうことを話し合える、ね、関係性があればいいかなと思います、うん、最後にあの、今度の日曜日18日に、天神で講演会を行うそうですね、はい、あそうですね、えっと、ウクライナ現地で支援をしている土子文則さんという方と一緒に講演会を行いまして。ええええ えっとまあ、日曜日の2時半から4時半の2時間なんですけども、はい、まあ天神のみんなの貸会議室という、えー、601会議室っ書いてる、と、はいはい、いう場所ですね、えー、天神の展示、はい、であります。あのこれ、申し込みはもうすでに終わってるんですかねあまだ申し込みは全然、どこから問い合わせるのが一番いいですか これは、一応まあえっとタ、タイトルというか、の声のタイトルが、土子文則の福岡講演会、ウィズ・クワマンなんです、まあ一応、私がクワマンという感じでやってるんで、ツイッターでもクワマンっていうふうに検索すると、クワバラさんのツイッターが出てきますよね。はい、そうですね<あ>出てきますし、クワバラ高一で、フェイスブックとかでも、グーグルで検索してくれれば、すぐ、はいはい、出てくるんで。わかりましたはい、はい ありがとうございますいま今日は本当に貴重ないろんなお話ありがとうございましたいやとんでもないですありがとうございますフリーハガー桑原光一さんにお話を伺いました rkb 毎日放送アナウンサーの田畑隆介です橋本由紀です rkb ラジオ田畑隆介グローアップでは気鋭のコメンテーター陣が日々のニュースをわかりやすく解説しているコーナーをポッドキャストで配信中ですジャーナリスト鈴木哲夫さんによる政治明治大学教授飯田康之さんは経済長崎県立大学教授鳥丸ささんは九州経済毎日新聞論説委員本村由紀子さんは科学この他にも音楽プロデューサー松尾清さん rkb 報道局の神戸金文解説委員長日経 エネネルギーネクスト編集長山根紗友さんスポーツ文化評論家玉木正之さん元 RKB 解説委員長飯田和夫さんクリエイティブプロデューサー三好剛平さんが毎週さまざまなテーマで今ホットな話題を提供していますアップルスポティファイアマゾングーグルの各ポッドキャストで RKB ラジオで検索してフォローをお願いしますまたリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ田畑龍介グローアップを聞いてください毎週月曜曜かからら木曜朝時時半から9時まで,放送中です